温泉小堂でございます。朝のトーク撮っていきたいなと思います。よろしくお願いします。というわけで、先ほどねシュートサインさんの、ワールドクラブ、インビテーションカップの方ですね、ワールドクラブインビテーションチャンピオンシップの方が、終わりまして、さすがにねお相手全部絆デバフデッキで、そしてそれを、なんか日本っぽいなとすごい思いました。こうた揃えていく方もいるんですけど、翼を入れて解決して、今まで通り対抗していく方、そしてデバフガードをつけて対抗していく方とか、なんとなくねこうなんかこう国民性を感じた試合でしたけども、はい、非常に、いい試合だったんじゃないかなと自分は思います。はい、素晴らしかったなと。まずね予選を突破したことも素晴らしいと思いますし、まあ、ベスト16という成績、もちろんねご本人たちは優勝したかったと思いますけども、素晴らしい戦いだったんではないかなと。また、そこの試合に関して、放送できたことに関して非常に良かったなっていうと、見てくれてる視聴者さんがね皆さん応援してくれてるっていうのが非常に伝わってきて、とても楽しい時間過ごせたなと思います。はい、そんな中、まあ、金曜日から土曜日いきなりね環境変わって、まずはそのまま軽く対策で行ってみようというところで行ってみて、まあ、ゴルゴンの方はもうお相手の方ねほぼ新環境デッキで来られたというところで、まあ、ああいう結果になってしまったんですけど、まあ、そこはそこで、一つ勉強になって、昨日の配信特にシュートサインさんの、試合に関しては、自分たちの動画見てから、あ、このままやる、今まで通りやるとこうなって、シュートサインさん見たくやると、戦っていける可能性があるなという未来が見えたんではないかなというところですね。で、あのあとランクマを、いつものデッキで、十何試合くらいやったんですけども、結構ね普通のデッキ多いですよ。はい、まだ全然自分の配信で出てるようなデッキっていうのは、そうですね、やった感じ3割くらいのマッチングでしたかね。はい、まあ、なので、ね、スパスタ3、いつものデッキでスパスタ3まで行きましたいつものデッキでスパスタ4まで行ってやろうかなとか思ってるんですけど、まあ、ちょっと少しシュートサインさんの試合を見て少し対策した方がいいなとかちょっと感じたりとかして、でトーマさんともね配信の話なんですけど、 5% キャラをとりあえず入れてみたんですよ。 5% キャラ対策、 5% キャラですね。はい、ライサン以降のやつですね。もともとのじゃなくてライサン以降の 5% キャラを入れたんですが、チームスキルがはまんなくて、5、5、3、3だっけ、これで10、5、5、5、5、5、5、5、5、3、3、16、19みたいな、21みたいな感じかな。はい、合ってるかな。はい、合ってると思います。あ、違う、555で、で33の3、24、25、ガード25なんですけど、チームスキル入んないなと思って、ガードできてるんだけどチームスキルどうしたらいいかな、ここから何を変えたらいいかなっていうので、クラブ技にシフトする、技を5人入れた方が、技海外5人入れた方がスムーズな気がして、でキーパーをやっぱジノにした方がスムーズで対策できるのかなってなると、マーガスとか入れた方がいいのかなとかちょっと思ったりとかして、でも絆そんなにいかないだろうなとか思ったりもして、そうするとここが抜けるんでまた違うデッキでもうちょっとガードできるかな、なんかいいやり方があればいいんですけど、あ、ロベルト入れたらさらに 5% 上がるのか、それでいくとね、もう めちゃくちゃっすね、技ロベっていう、トーマさんが多分動画で上げてくれるとは思うのですけども、改めてねデバフガードのキャラクター一覧、まあ、もちろんこの翼を使うことで一発解決、技属性に対するパラメータ低下効果を 40% 低減、そしてパラメータ日本人のパラメータ低下を 40% 軽減っていうので、シュートサイさんはねこのイベント翼を使って解決している人もいらっしゃいましたけども、まあ、いろんなやり方あるんじゃないかなと、順張りしていくやり方もありますし、まあ一過性は一過性なものだと正直思うんですよね。でその一過性なものに対して順張りしていくか、
まあ、しばらくの期間はガードして頑張っていくかっていう考え方もあるかなと思っております。そういう意味ではちょっと今最近はこの、初期の、サンタナで、まあ、若林がどれくらい出てくるか分かんないんですけど、ラドゥーンが使った時にこれにフルメタルファントム積んで、やってってそのまま捨て出しても面白いんじゃないかとかね、いろいろ考え方はあるかなと思います。はい、まあ忘れてみようか。そうすると技海外が組めるのかな、ですかね。技海外組めるんでしょうか。あえてこっちを入れていくのもいいんだけど、逆にこっちも少しは、ただガードされちゃうとどうなんだ、微妙なのかな、ガードされちゃうと微妙なのかな。高浮玉あるからいらないかな。プレッシャー、そうそうね、チムスキが、あ、チムスキをこれ一人入れないといけないからって、朝から何をやってるかっていう話なんですけど、まあガードどんくらいいけるかっていうので、これで組めれば、ただ絆が乗らない場合もあるので、そこが一番問題なんですけど、まあマーガスを入れましょうかね。はい、結局美咲くんしか取れなかったのが最大の問題なんですが、あ、力は3人いますね。力3人、即がいないので、即日本が1人いないので、即日本を1人連れてくる必要が、朝からそんなことをいじ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 、おお、これが穴になるかな。逆に即日本を、まあ、こうしてこうして、もうあえて強引に防いでいく、即日本3音が完成して技が5人いる。久しぶりに技海外、絆全然乗らないのかな。はい、でできて、絆が17か、まあそりゃそうですわな。タイガーボランを外す、いくつが5 20 20 26 29 29、ガードが、あ、17しかないけど29のガードは作れたな。参考によかったら、もうデバフイライラする人向け、29ガードデッキ、あ、29のガードできましたね。なんとなくやったら。もう一回見てみよう。合ってるかな ?29 までガードいらないかな ?5、3。3だよね。はい。で、3。低下を3。はい。11。16。21。26 29 30、あ、30、ガード30した、ガード30しようか。そこまでする、そこまで、30までだったらそんないらないか。それだったらそんな頑張らずとも、もうちょっと絆を上げる方向で頑張ってもいい。19.5、 あれ3人、あ、そういうことか。 11.5、 なんかいろいろすげえ崩れちゃった。あ、タイガーボランを外せばいいのか。16、3人、マッツン外せばいいのか。そうするとまた崩れる。結構ガチガチ。ブラジル。あ、ナットレーザーがいればベストなんだね、きっと。うん、違う。あ、さっきのがベストなのか。ブラジルにくくらなければ。でも即日本。あ、井川のお兄ちゃんを入れて。
ですよ。くくれば気にせず、気にせずともいける。 1,2,3,4,5 で、タイガーボランを入れた方がブロックはできる。16、ダメだ、まだもっと考える必要が、力属性の日本人が3人いる必要が、こっちの方がいい。 17.5、 日本人、ああなるほど。でまあいろいろ崩れてはしまいはするんで、まあちょっとまた調整していけばガードはなんか作れそうな気がしてきたぞ。これで朝からこれで5 10 15 26 28 29 30、あこれでもガード30ですね。ただガード30だけど 17.5 しかないから、これで絆を乗せる方向でうまく、技でシューターでいいのがいればいいのか、なおかつ乗るキャラ、うん、技海外、技海外、そうっすね。この人とかどうでしょうか。あ、シューターこの人とかね。まあ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 、ちょっとね、まだあれなんですけど、勝てる勝てないは別として、まあガード組めましたね、とりあえずね、しっかり。ただ絆が乗らないので、うん、やり方は少し、力日本と即に、まあ、フェス林をどうしても使わなきゃいけない。ジノ持ってる人とかだと、またいろいろ状況は変わるかなと思うんですけども、少しいろいろ考えていくことで、またそれも一つの楽しみなのかなと、受け入れてやってみたいなと思います。で、自分の方は、ガチャして、結局出なかったので、ステップで、三崎3枚。オーバーヘッドパスカットの予備が増えた。はい。というところで、まあちょっと追わないですね、正直。やっぱりだったらドリコレ引こうかなとか思っちゃって、ただ今引いて意味あるのかっていうところもあると思うんですけど、うん、まあ全部持ってないのもあるし、まあちょっと考えてまた考えます。で、そんな中なんですけども、そう、ドリコレまだレシャールが出るというふうに言ってて、でここで今カタルーニャのデッキが揃うわけですよね。とりあえずカタルーニャの方がこんな感じ でここに、まあ今回ゴンザレスと、優勝で来てて、ここに、こっちかライカールが入ってっていうところで、多分こうしないと全てが成立しないんだよね、絆的には多分。今 19.5 になってるんですけど、ここを入れることで力が3人いなきゃいけないから、そう、ライカールが即なので力3人いなきゃいけないから、で技のフォンセカ取って、もう結構カチカチなんですけど、ここでフォンセカで2で4で3で 1.5 だから2で4で3で 6.5 上がる感じなのかな。はい、だから27くらいまで来て、あとキーパー誰になるかと、あと人によってはもうリバウルあればリバウル入れていけばそれなりの絆になるんですけど、デバフガードが結構カタルーニャのチームはしっかりしているので、もしかしたらレシャール君がカタルーニャ限定でめちゃめちゃデバフ効かせてくれれば現環境でやっていけるのかなと思ってるんですけど、うん、そこが気になって、でここで、フォンセカが 4% で 7% 持ってて、ここで、3% で 10% 持ってて、ここでグランディオスで、2% 持ってて、他はないのかな、他は確かもうないと思うんですけど、 12% まで持ってですね、ブロックなので、レシャール君が一定のデバフガード高いね数値持ってれば、カタルーニャパで絆サブン、まあレシャール君の能力次第ですけど30とかでデバフブロックが、まあ、20近いものであれば、カタルーニャパっていうのは一つ成立する可能性があるかなと。ただレシャール君が、デバフガード何もなかったら、うん、夢物語に終わってしまうのと、まあ言ってもそのフォンセカは買うことができるんですが、ライカールと、こっちね、ゴンザレスさんは取らなきゃいけないので、
まあ、そこの問題はあるんですけど、まあ、取れればそういうことができると。でシューターに関しては、しっかり、まあ、シャビじゃなくて、まあ、ジュリーを育てるか、まあ、翼とライカール、そしてもう一人クライファーと、こっちからもう双子クライファー、もう双子にだと思っちゃうんだけど違う選手なのかな、はい、双子を使ってやっていく。守備結構強いんじゃないかな。ただゴンザレスさんの真ん中が少し穴になる気もするんですけど、もしできる方とかで、そのまあここはだから、もしくはあの運営さんがね、レシャール君はスーパー、実はカタルーニャに限ってはものすごいデバフブロッカーですよみたいな、で絆は3くらい実は持ってますよみたいな感じだと、まあ、今回このカタルーニャ推し、いや結局マドリードブランコで固めてる人っていないじゃないですか、結局今現状だと。まあそういう風な夢を見させてくれてもいいのかなって言うんですけど、どこまでもロマンになってしまう感じがあるんで、じゃあ現実的に現環境でやろうとすると、レシャール君に強力なデバフブロックと 3% 近い絆さえあれば、戦える、もうあのカタルーニャのデッキで、現環境でガンガンあのランク前戦えるもののレベルのキャラクターは揃うんじゃないかなと自分はちょっと思うんですけども、そこの一末に期待してやってって、でロマンが現実的になるっていうのも、まあ、戦いとしては一つ面白いかなと思いますけど、いろんなデッキがね出てきてほしいなと思うんですが、やっぱりこうシュートサインさんの試合を見てもお相手のデッキある、ね、やっぱある程度、まあ、自分たちの試合もそうですけど、やっぱりあの3人入ってしまうと、まあ、ハマるキャラクターっていうのがある程度限られてしまうので、まあ、どちらかというと絆デバフの雛形家というところですね。ただ 今のところ見てると海外の方とかって絆24前後でデバフを結構高めに持たせるような、戦い方をしているので、まあ、30近いデバフブロックがあれば、まあ、間違いなくやれるかなっていうような気がするんですけども、うん、まあね、今後どうなっていくかというところで、まあ、あのコメントにもいっぱいいただいている通り、デバフガードはね近いうち出てくるかなと思うんですけど、まあ、新しい、環境に、ね、適応していくっていうところと、まあ、現環境のねこのデッキが自分は好きだったんですよね。単純にヒューが翼岬がいってっていうので日本のキャラクターいっぱい使えてっていうところで、もうちょっとだったんですよね。この辺がこう日本のキャラでうまく置き換えていけば、あ日本パンも近いなと思いながらやれてたんで、まあ、このデッキ好きなんだけどなっていうところだったんですけど、はい、まあそんな感じで朝のトーク終わりたいなと思います。まあ新しい環境にいろいろ適応していくっていうのも必要ですし、うん、なかなかね受け入れづらい人も多いかなと思うんですけど、まあ楽しんでやっていくというところをスタンスを、変えないでやっていきたいなと思います。というわけで、いつもご視聴ありがとうございます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた。